そういうのね、これはもうやっぱ長い目で見ていかんでな。もう30年、破門されて30年ですよ。これから先はね、まだあんた歴史はずっと続くんやから。歴史はどん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 続いていくね。うん、何千年とも続いていくんやから。その時にやっぱね。いや、それは仏様の言葉にあります。未来の顔を知らんと欲せば現在のその因を見よ。今の姿を見れば、そんなもう先のことはちゃんと読める。じゃあ何を見るかって言ったら、仏法は体、世間は影、体曲がれば影斜めなり。体を曲がっちゃってるんですよ。偽本尊作ったり、開眼供養しないような本尊作り、そして本門開眼のご本尊を否定する。ってことは、もう体が完全に曲がっちゃって、曲がるどころか折れてんだよ、ボキって。ということは、世間法も必ず影斜めなり、その通りの結果になってますよと。もうすでに30年も経ってんだからね、破門されて。もう悲惨なもんですよ。すごいねんな。それはだから、それはカエルの生茹でだから、カエルの生茹で。そのまあ、ご主人の生活がね、別に不幸まみれかどうかは僕は知りませんけども、だけど要はね、じゃあ明日からだって命は続くわけだから、今日から。悪因悪果、悪い原因を積めば必ず悪い結果が起こる。ってことは、出方がね、今日まで出なかったかもしれないけど、溜まってることだってありえるわけですよ。それが必ず原因として、この偽本尊作った、しかも偽本尊拝んじゃってる人が、その悪因積んでることは間違いないから、いつ吹き出すか分かんない。今度突然だって、病とか事故とか突然来るんだから。今日までピンピンした人が明日は脳梗塞になるかもしれないし、車トラックに跳ねられるかもしれない。それはもうね、それはもうそういうやっぱり宿命もあるし、それは一生先はねですよね。でも悪い宿命というものを転換するために信じたんですよ。宿命がそのままもろに出るようだったら信じする必要ない。それが天寿教授っていう、重いものが転じて軽く出るよ。それをいい、もう学会生活長くて、でこれから本当に幸せな老後っていう時にだよ、ドーンって例えば脳梗塞になっちゃって、もう手足効かなくなるような目に多いんですよ、人も。学会のね、最後あんなに政教新聞の真面目に働いてやった人が、そのおばあちゃんがの、まあ、おばあちゃんとか脳梗塞になって、で老後がすごいいじめになっちゃうとか、そういうケースがすごく多いんですよ。そういう目にね、あってから後悔先に立たずったってしょうがないわけですよ。早め早めに原因、悪因っていうものを浄化しないと、少なくとも悪因を積むことやめないと。恐ろしいけどもね、もうみんなそういう同じこと言うねんな。それは言うことは同じですよ。同じだけど、だから紋章と微章と現象でしょ。紋章として僕は今だから紋章を挙げてるわけ。ちょっと難しい言葉だけど、紋章として仏様がやっちゃいけないっていうことを学会はやってるんですよ。まず紋章、次道理ね。道理で言うと、昔戸田会長とか池田先生が言ってたことが、その今全く反対のことになってる。これおかしいでしょ、道理。そして現象は、僕の周りでそうやって1500人ぐらいの学会員が辞めてきてる人たちの一人一人みんなこう体験談を聞いてった。もうほとんど悲惨の極地、特に最近。だけどまたね、入ってくる人もおるわけや。だから最終的にはね、やっぱりこの、やっぱ長い目で見ていかんとね。いや、もうこれ長い目も何もね、これだけ経っちゃったらね、もう十分、実験期間としてはもう十分ですよ。30年、偽本尊出てから25年、約ね。25年も実験すりゃね、大概なことは分かりますよ。あとはお父さんが結局その心がそれをただ今受け付けないだけであってね。これひどいですよ。これがね、あれだね、青年部元総研所長ですよ。
宗建職長が脱会した。でこの人の身の回りのことを体験談、自分が見てきたことを教えてもらったわけ。そしたら副会長ですよ、元学会職員、知らない間に突然死、死因は非公表、年齢は60代後半で死んじまった。しかも実はこの人自分の仲人だったっつうんだよ。仲人にもかかわらずこの人が死んだことを教えてくれなかったっていうことは、あんまり人に言えない死に方したってことですよ。副会長、元県庁、学会職員、うつ病を発症し県庁を退任、現在は一切姿を見ない。奥さんは障害者認定。こんなトップクラスの幹部じゃないですか。総研副書記長、政教新聞店社販売店主、パニック障害、心筋梗塞を発症。現総研長、奥さん婦人部副本部長がうつ病を発症。元県庁、現副総県庁、経営する会社が倒産。現県庁、破産宣告。元県庁、現役県庁時代にうつ病を発症。現在は退店状態。こんなトップクラスな、こんなものが出ててね。それ、そのこと一つ一つ言えばね、それはもういろいろあるわ、確かに。だから、またね、いろいろ、そういう現象も出てる人多いわけ。それ、全然比率が違う。もちろん、北極の人だもんね、その代償もあるしさ、ありますよ。だけど、こんなね、トップクラスの幹部がね、軒並みこんな状況になってるなんてことはないです。それはもう断言する。僕も30年間、北極でいるんだから、その前も学会にいて、両方見てるわけ。で、僕がいた頃の学会なんて、そんな別に悲惨なことなかったですよ。苦毒があった。体験談ってのは結構、びっくりするような奇跡的な体験談も聞いてきた。で、発信した。で、まあ、僕の場合はもう平成3年に脱会して、主人も行っちゃったからね。それ以降の学会の人たちを、中で見てはいない。だけど、まあ、ピンポンやって歩いたわけよ。学会の家のところをこう、学会、脱会した方がいいですよって言ってこう歩いた。そしたらね、何回か回っていくうちに、どんどんその家が悲惨になっていくのが分かるわけですよ。追加、経過観察みたいな。で、その頃はそんなに脱会者いなかったから、その正直に内容を言ってくれる人はいなかった。みんなその悲惨な雰囲気のくせに、くどくあるわよとか言って、まあ言ってた。突っ張らかってた。で、印象に残ってるのは、あるおばあさんが、その、くどくあるわよって言って、じゃあどんなくどくなんですかって聞いたら、実は去年ね、主人がなんか大事故して、それでまあなんとか助かった。その次に2、3ヶ月したら息子がまた大事故して、それも命が助かった。もう一個なんかあった。3回、1年の間に。で、お母さんそれ、起きない。3回も死にそうな目に家族に会うってことは、それ、くどくじゃなくて、そういうのをバチって。で、命が助かったから、なんとかだって。そんな捉え方ですよ、今、学会は。だからね、ひどいのはね、家が全焼しましたとか言って、保険金がおりました。で、その時にお母さんだから、おじいちゃんが死んじゃって、で、まあその死亡保険金も出たと。それが、くどくよって激励されたって話もあるし、もう偏ってます、ものの見方が。それで1500人なんて急に辞めたわけじゃないから、もうちょこっとちょこずつこう辞めてきて、みんなの話を細かく聞いてったら、まあ、まさにこんな感じ、ずーっと。だからね、長州の人はそんなにひどくないし、みんなこんな軒並み自殺だの、こんなうつ病だの、心臓麻痺だの、レイプされて殺害の人なんだよ、これ。こんなバカな、ね、まさかね、あれをずっとここにね、記録してる場所だけどね、まあ、逆にね、そうでもね、やっぱりいろんなこういう体験があるはずで、いや、これ一人の人の見聞きしたことだから、何も僕はその大勢の人の話をあさってここに載せたんじゃないんだって。一人の昔大幹部が県総年なんだ、総研ね、総研書記長が自分の身の回りに起きたことだけでこうなの。
俺がそのわざわざこう選んできてこんなにひどいだろうって見せてるんじゃないんだよ。でね、じゃあホッケクの人、例えば僕一人とっても、じゃあ僕の周りでこんなにね、周りの人がこんな悲惨なことになんかなってませんよ。それこそ中にはいる、あのおかしい、ちょっとおかしなことが起きてるっていうのは中にはいるけど、逆だもんね、これ。まっとうな人の方が少ねえみたいな感じなで、外人多いのはね、大体がね、うつですね。学会の場合、うつ、それからがん、がんがすごい、それと脳の病気、この3つはすっごく多いです。まあ、それとひどいのは自殺ね。これなんか実の母親がひき逃げされて死亡だった。あのね、ご主人もさ、本当気持ちはよく分かるんですよ。今までずっとね、そんなに大過なく、大きな出来事もなく、おそらく学会でねやってこられたから、まあ間違ってないと思ってるんだろうけど、そこはね本気でね、ここはある意味勉強しないとね、ぼやーっと、本当にチコちゃんじゃないけど、ぼーっと生きてたらね、本当に本当にね、いよいよね。